ソウル、仕事終わった。給料くれ。給料くれ。俺たち頑張った。はいはい、わかりましたよ。給料あげる。もう少し待って。約束だぞ、ソウル。キラキラだ、キラキラだ。へえ、ホムンクルスも支部で働いてるのか。近くで見るのは初めてだよ。前のところでは一緒じゃなかったんですか？かわいいですよね。そうか、俺はちょっと苦手なんだよな。どうしてですか？あんなに可愛いのに。なんというか、話しづらいというか、意思の疎通がしづらいというか。とにかく行くぞ。支給班への申請が先だ。ロジーさん、ホムンクルスさんが苦手なんてちょっと変です。すみません、町の外に行く前に支給班に申請をするように言われてきたんですが。ああ、開発班の錬金術師のお二人ですね。そろそろ来るかと思っていました。ソウルです。書類審査、経理審査、その他の諸申請を担当しています。以後お見知りおきを。支給班って何ですか？ここに来たら詳しく教えてくれるって聞いてきたんですけど。はあ、困りますね。そういった新人の面倒はマリオンさんの方で見てもらわないと。まあ、お二人は錬金術師ということですし、申請の機会も多いでしょうから、特別に細かくお話ししましょう。すみません。よろしくお願いします。さて、支部では役人による自主的な調査活動や事前活動を推進しています。その一環として、ホムンクルスで構成された支給班を活用できる制度があるわけです。へえ、そんな制度があるなんて初めて聞きました。どんな制度なんですか？知っての通り、ホムンクルスは人間とは違う特殊な技術を持っています。特に高い複製技術を持っているため、仕事として依頼すれば様々なものを複製してもらうことが可能です。種類にもよりますが、道具を渡せば同じ道具を複製してもらうことができます。ホムンクルスさんってそんなことができたんですか？知らなかったな。今まで知らなかったんですか？その方が驚きですよ。そんなホムンクルスたちの協力を得ることで、活動のサポートを行うのが支給班の役目です。わかりやすく言えば、あなた方が錬金術で作った道具も調査活動で使用したものであれば補充することが可能です。つまり、活動で使った道具を申請すれば、次の調査活動までに補充をしてもらえるってことですか？それはすごいな。はあ、理屈の上ではそうなりますが、あくまで調査に必要な分の支給しかありませんよ。無駄は私が許しません。それにホムンクルスにも作れないものは多いです。基本的には調査で使用する消耗品の補充ができるという程度ですね。そっか、じゃあ勝手に道具が増え続けるわけじゃないんだな。増やすことも不可能ではないですが、それは通常の支給班の仕事ではありませんので。あと、現状の開発班ではホムンクルスもほとんど数が貸し出せませんから、あまりたくさん申請されても却下しますよ。そうなんですか？どうしてダメなんでしょう？評価が低いからですよ。決まっているでしょう。文句があるなら頑張ってください。逆に評価さえ上がれば、こちらも期待を込めて人員を多く割きましょう。調査がしやすくなるのも俺たちの頑張り次第ってことですか？理解が早くて助かります。それでは
調査に使う道具の申請のやり方をお教えしましょう。以前に開発班が申請していた道具がまだそのまま使えます。ひとまずこれらの申請を更新してみてはいかがですか。これは随分質素な道具しかないですね。調査に出かける暇がないほど彼らの人手不足は深刻でしたからね。この申請もいつに行ったものやら。これだけで調査に行くのか、ちょっと不安ですね。でしたらご自分で道具を作って登録してみてはいかがですか。錬金術師なんですし。じゃあ一度アトリエに戻るか。エスカの調合の腕も見ておきたいしな。よし、なんとか薬を作れる程度の素材はアトリエにあるな。じゃあこれでお薬を作ればいいんですよね。なんだか緊張してきちゃいました。いつも通りにやれば大丈夫だよ。そうですよね。よし、やります。